先端機の背面ベリンゲン炭鉱の先端機と事務所、ベリンゲン先端プラントは、先端機、先端場とも言える。その対抗遺産は、ベルギーのベリンゲン炭鉱にあるプラントである。この建物は1984年に、フランドル地域庁に文化遺産として保護されている。2007年に、ヨーロッパ産業遺産の道のフラマン炭鉱博物館となり、 繁栄したベルギー石炭産業最大の建物の証である。ベリンゲン炭鉱で採掘された石炭は販売される前にずりと分けられなければならない。これは石炭工業の地上の重要な作業である。ベリンゲン炭鉱に1924年に建設された先端上ではその作業が行われていた。1989年のベリンゲン炭鉱の閉山後、 フラマン炭鉱博物館の一部になったため、この建物は取り壊しを中止した。そのため、フランドル地域庁が2010年に138万ユーロを復元用金額として決められた。炭鉱遺産として残された先端上はわずか少ないので、ベディンゲン先端機は西欧の炭鉱遺産の中の珍しいものである。ヨーロッパ産業遺産の道の中の位置は先端上が 残りブレニタンとゾルフェアインタン業遺産群と比較できられるだろう。ベリンゲン先端機のトピッピクはもう二人の写真家の作品に使用されている。ありがとうございます。